はい、こんにちは、森蔵です。はい、今日はですね、新艇のですね、チャーターの乗船料金のお話をしていこうかなって思ってます。新艇のチャーターの乗船料金まだ決めていませんでした。まあ、決めてはいたんですけど、発表しておりませんでした。まあ、それはちょっといろんな理由がありまして、ちょっとここまで遅れてしまったのは、まあ、あります。これ、まあ、新艇自体のデビューが遅れてるっていうのもありますけど、まあ、ちょっとね、いろんな算出しなきゃいけない部分が多々あって、遅れました。なので、まあ、もう、今、実際に源泉はね、ない状況で、次の出船からはもう新艇になりますので、その時点から、適用されてしまいますので、ちょっとね、直近のお客様には申し訳ない気持ちいっぱいなんですが、ようやくちょっと料金の、設定が固まったかなっていうところなんで、ちょっと説明していこうかなって思ってます。まあ、正直ね、料金設定の話をね、するのはね、まあ、要は値上げの話をするので、非常にしづらいんですけど、ちょっとね、頑張って今日動画撮っていきますんで、最後まで、ぜひご覧ください。はい。ですね。まあ、まずじゃあですね、料金から説明します。今までのね、料金は、税込みで9万2000円だったんですけど、次から、税込みで、10万5600円。からですね。からになります。から。すいません。で、今回ですね、この動画の本題はそのからの部分を説明させていただきますんで、ちょっと最後までね、お付き合いしていただけると嬉しいかなと思いますんで。まあ一応ですね、この概要欄の方にホームページのアドレスも貼ってありますので、ホームページはもうすでにその料金設定の内容更新されておりますので、そちらをご覧いただければわかるとは思うんですけど、一応口で喋った内容で、ちゃんとね、説明していきたいんで、最後までお時間のある方はね、ぜひ見ていてください。ちょっとね、長めの動画になると思いますけどね、よろしくお願いします。はい。まずですね、ちょっと次の船の新艇、まずコンセプトから4つ説明します。ポイントのね、選択範囲が無制限になります。基本料金を設定しまして、その基本料金の範囲内では無制限になります。だから、例えば、ここまで行ったらいくらとか、そういうのはもう全部撤廃します。はい。で、これが1点目です。で、2点目が、時間的な概念も撤廃します。はい。これも撤廃。時間もすべてその基本料金の中に含まれた中での料金となりますので、その料金が変動することはありません。だから、例えば、まあ、その日1日の設定を6時間に設定しているので、1日の料金6時間。だから、それを超えたとしても、いくらやっても、ね、日が高い間は全部料金は一緒ですよっていうお話です。はい。これは基本料金のお話になります。はい。で、3つ目が、人数も撤廃です。1人から7人まで、一応定員7名になってるんで、7人までの料金も全部、同じ料金、基本料金の中で全部一緒です。はい。で、4つ目がその料金の設定を、まあ、基本料金に設定するんですけど、それにプラスガソリン代っていう、概念が加わります。これが4つのコンセプトになります。まあ、ガソリン代加わるっていうのは、要はね、今言った3つのコンセプトと全部繋がってくるんですけど、すべてのコンセプトは、基本料金の中で守られてるんですけど、それに付随する、経費という形になるその燃料代は、別途料金でいただきますという話になります。で、この別途料金になるガソリン代っていうのは、次のヤマハのコンソールには、そのデジタルモニターで、その消費燃料数が全部ね、表示されるようになってるんですよね。これすごいですよね、本当にね。もう今の時代ってこんなになってんだなっていうのを初めて知ったんですけど、本当に全部のね、そのデータがそこに表示されます。だから、毎日毎日チャートだったら3日とか4日分のその消費量でもいいので、それを全部算出することができますんで、そこは、その、ね、走った分だけいただく形になります。で、ここまで言うとですね、なんかちょっとせこくないって思われがちなんだけど、ちょっとね、そこはね、説明させてください。要はですね、例えば、無制限って言ってるのは、どれぐらい無制限なんだ？本当に無制限なんですよ。例えば、普通だったらなんか、北に行って、東に行って、南に回って、まあ、一周の場合はそれでぐるっと回って帰ってくんだけど、今日の朝の試合が例えば北の一番端っこにあったとするじゃないですか。でも昼間は南の端っこにあるとするじゃないですか。じゃあ、南に行きますよね、昼間。だけど、今までの船の走り方や今までのプランだったら、やっぱり、経費的な問題で南のポイントに昼間に行ったら、夕方はじゃあ南の近くのポイント、西側のちょっと港前とかのポイント行って、地合をやって帰ってこようかなっていう気持ちにやっぱりなるんですよ。これは船長としては、本当はフル稼働しなきゃいけないんだけど、やっぱり、いろんなしがらみ、経費っていうことのしがらみからも追いかけられますから、船長は経営者でもあるんで、まあ、その中でやってたっていうのが本音です。だから、正直僕は、自分のやりたいすべてのパフォーマンスを発揮してかというと、実はそこはちょっと、疑問だなっていうのがありまして、はい。まあ、なんでかというと、それをね、フルにやると、やっぱりそれなりの値段になってしまうし、その値段設定を組むのもすごい難しかったっていうのがあって、今までそういうやり方をしてなかったんですよ。だけど、じゃあ、その朝のポイント、時代が良くって、南は昼が良くて、じゃあ、夕方どこ行くの？次に北になってたら、やっぱ北行きたいわけですよ。はい。もう北のポイントの端っこから南の端っこまで行って、また北のポイント、ね、西の端っこもありますけど、まあいろいろあると思うんだけど、まあ、ベストなポイントを選びたいわけですよ。その時に、
やっぱり1日いくらっていうね船代にしちゃうとそれがなかなかやりづらい。正直ね赤字にはできないんですよね。やっぱり経営ですし運営もしなきゃなんないから、お金度外視ではあります。正直あるんだけど、あんだけ走り回るからね、正直ね船も痛むし、なかなかオフショアの船ってみんな大変なんですよ。かかる経費めちゃくちゃあって大変なんだけど、でもやっぱり、ね、一番大変な部分はやっぱり燃料代なんですね。そこをお客様に別途支払っていただくっていうシステムを導入します。はい。これはなんでかっていうと、結局ね定額の1日料金になっちゃうと、それだけ走り回れる日もあれば、式で出れない日なんかまあもう本当に風原のみになっちゃいますけど、いいですかって時に風原のみで同じ料金いただいてしまってる日も多々あって、そこがずっと僕の中で納得してなかったんですね。もらっていながら、今日って燃料全然食ってないんだけど、やっぱこの料金なんだよな、でもこの料金もらわないと、うちの運営としては1日分の料金としてはこれが妥当な料金だから、これをもらっとかないとやっぱり、ね、運営厳しくなっちゃうしなっていうところもあったので、まあなかなかその変えられなかったっていうのもありました。だけど今回の料金から、その基本料金っていうね、105,600円っていうね基本料金の中に、まあその人数制限だとか、ポイントの、ね、回る制限だとか、時間制限も全部撤廃した状態で基本料金設定するので、それを要はいかに走り回るかによってかかった経費をガソリン代として別途いただきます。だからそこが例えば7名のお客様が乗ってますって時に14時間いましたと。本来今までだったら7名だったらその9万2000円のね税込みだったのに対して2万円プラスされるので11万2000円だったんですけど、それもなしだから、もう今までとは全く違うシステムになります。だから要はそれによって消費燃料がアップするわけですから、それをもう整合性の保てた消費料っていう形で請求させていただくのが今回の料金システムになります。ちょっとね分かりにくいかもしれないんだけど、まあ一応これが新しいシステムです。はい。で、まあ、これを何やる、これに、まあ、よって何ができるかというと、もう、要はね、僕が回りたい範囲に回りまくれるんですよ。はい。で、もう、要は、宮古島で今日が、ここが一番ベストだよなってところに、行きやすくなります。はい。だから、例えば、それが、多良間島とか、みんな島って言って、宮古島のね、西の方に沖合にあるような、本当に、ね、今の船だったら1時間50分くらいかかるようなポイントがあるんですけど、そこまでも、次の船1時間かからないくらいで行けますし、まあ、そういう場所に朝一入ったりとか、夕方入ったりとかいうことも可能になります。で、例えば、パナリって言ってね、東海岸のね先端にあるようなすごい大場所もあるんですけど、そこも夕間詰めチャンスがあるし、まあ、そういうなんだろうな、今まででは回るようなパターンじゃなかった回り方ができるので、そこをまあ、ここお客様との打ち合わせを一回させていただいて、その中でこういう回り方を今日してみたいと思います。だからこの分の消費燃料はこれがかかりますよっていうお話をしてから出船するってことをやろうかなと思ってます。だから例えばお客様によっては、予算上そんなにかっちゃうんだとちょっとね厳しいなって場合は、それじゃなくてもできますんで、今までやった通りにやれば OK なんで、ちゃんとね、いい場所を選びながら、間で、まあちょっとね、別の釣りを入れたりとか、まあ、次の船は船だから、シュノーケリングもできるし、まあそういう泳いだりする時間も設けられるし、その予算の範囲内で、ベストな、遊びをね、サポートするっていうのが、今回の船のコンセプトになりますんで、まあそんな感じでやらせていただこうかなと思っております。はい。ちょっとね、変わったやり方なんで、今までね、遊具船の中にこういうやり方した船はおそらくあんまなかったんじゃないかなと思うんで、ちょっとねチャレンジという上ではもうちょっと新しい料金設定、もう決めちゃったんでこれでやっていきますんで、皆さんもねぜひぜひちょっとね早めにご理解いただけるとありがたいです。最初はちょっとね、なんか分かりにくいよってなるかもしれないんだけど、これねちょっとねもうねとにかくねお客様に得しかないと僕は思って信じてやってますんで、ぜひぜひねこの料金にねご理解していただいてやっていただけると嬉しいかなと思いますんで、よろしくお願いします。はい。まあちなみにですね、ちなみにそうだな、地形でなかなかポイント入れないような、まあ、風速11メーターぐらいの日とかに、まあ、よく風原だけで1日過ごす時もあるんですけど、そういう時のね消費量の大体目安がガソリン今だったら130円から40円ぐらいだから、まあ大体5000円ぐらいです。皆さんで5000円、だから3人だったら5000円割る3、4人だったら5000円割る4みたいな感じで、その式で出れない日、なかなか遠く行けない日は、そういうぐらいの料金しか加算されません。で、プラス、じゃあ、ないでる日ですね。本当に今日はどこでも行けますよと。もうパラダイスのような日ですよ。どこでも塩当てられるし、バンバンポイント入ってきますよっていう日は、3万円ぐらいかかります。もうこんだけ違うんですよ。本当ね、天候の状況によって、消費燃料こんだけ変わってきてしまうと、やっぱり定額料金設けられないし、まあ、要は、遠くに行ったらいくらとかってやっちゃうと、近く戻ってきてまた遠くに戻るとかね、そういう無茶苦茶な回り方ができないので、そういう、なんだろうな、もう、無制限でね、回ろうと思ったら、やっぱりちょっとね、そのエリアごとに料金設定もできないし、すごい難しくなっちゃうんで、もうだったらシンプルに消費量を計算していこうかなって思っております。はい。
っていうわけです。それが今回の料金のね、全概要になります。はい。で、まあ一応ですね、まあ、その、例えばね、ね、今までもありますけど、今日は風が朝から強い。で、一番潮のいい時間帯は昼の、まあ、だいたい12時から4時ぐらいの間の4時間なんですよねって言えば、4時間しか出船しないとかも、これからもあると思うんですけども、その4時間の時は、ちゃんと時短設定の、基本料金の中のその時短になる料金設定というか設けてありますので、そちら詳しくは、ホームページのね、この、概要欄にホームページのアドレス貼ってきますんで、こちらご覧いただいて、ちゃんとね、時間が短い日は時間短い内の料金設定がちゃんと組まれますので、そこら辺ご理解いただけるとありがたいかなと思っております。はい。よろしくお願いします。まあ、ちなみにですね、今回の船は、まあ、それこそジギングもしやすいし、スーパーライトジギングもやれるし、リーフの1メーターラインを流して、もうバスタックル、シーバスタックルで小物釣りする時間も設けられるし、本当にアンカリングしてシュノーケリングしたりする時間も設けられるので、結構今までの船は全くできなかったことがね、結構かなりできるようになるんですよね。だからそこら辺も踏まえて、まあ、燃料消費っていうのが、まあ、どれぐらいになるかっていうのは大体分かってきますんで、まあ、そこでお客様の希望に添えた、そういう遊びを追求していけたら面白いんじゃないかと思ってます。まあ、試験で出れない、ね、試験で出れない日じゃない、試験でなかなかポイント回らない日なんかは、サンゴ礁の裏側入っていっちゃって、で昼間泳ごうよとか、試合のね、2回試合来るから、その2回の試合はしっかり叩いて昼間泳ごうよとか、そういうことができるので、そこら辺ね、お客様とね、いろんな打ち合わせしながら決めていけたら楽しいんじゃないかなと思ってますんでね、皆さんもいろんなパターンをね、想像しながら宮古島にやってきていただけると嬉しいかなと思いますんで、よろしくお願いします。はい。まあ、なかなかちょっとね、なかなかまた説明しておりますが、僕も実はこの話をしながら伝わってるかどうかっていうのがなかなかね、難しいなと。この船の料金の話はね、本当に難しいんで、はい。伝わったかどうか、誤解を招いてないかどうか心配なんですけどね、ちょっとね、実はね、そういうプランでやらせていただこうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい。でですね、次はですね、乗り合いの話になります。次の動画は乗り合いの話になるんですけど、実は今年乗り合いまだ1日も組んでおりません。で、乗り合いの料金もまだ決まっておりません。これなんでかというと、ちょっとその乗り合いの動画でお話をね、しっかりしていこうかなと思ってるんですけど、やっぱ乗り合いちょっとね、いろんな理由で、はい、決められない部分が多々ありまして、実際、選定が稼働してから1ヶ月、2ヶ月以内には、その乗り合いの料金だとか、設定をしていこうかなと、日にちの設定をしていこうかなと思ってるんですけど、この春から夏初夏までですかね、その間には乗り合いちょっと組む予定がありませんので、ちょっとそこら辺はご了承ください。すいません、乗り合いのね、お客様にもね、すごい楽しみにしていただいているので、なかなかちょっとその決断ができない。まあ、それはちょっと、まあ、次の動画でお話しますので、はい、またね、なかなかゆっくりとした喋りになる、かと思いますが、ちょっとね、お話聞いていただければ嬉しいかなと思いますので、よろしくお願いします。というわけで、次の動画また乗り合いね、お話いきますので、ね、また次の動画でお会いしましょう。今日は以上です。ありがとうございます。バイバイ。